こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけども、宅建業法の中で、宅地建物取引業の業、この定義について疑問に思われた方いると思うので、この部分についてちょっと解説していきます。この業っていうのは、まあ、テキストとかで調べると、不特定多数のものに対して反復継続して取引を行うこと、みたいな感じで書かれているんですよね。で、 この、じゃあ反復継続して、え不特定多数のものって、これ、ちょっとなんか、曖昧すぎて分かりづらいな、という人いると思うんですよね。実際私が、んこれどういうことなんだろうって分かんなかったんですよ。なので、この点について今回解説します。で、この点については、国交省が判断基準を公開してるんですよ。今からお伝えをする5つの判断基準を総合的に考えて、これは行なんだとか。 これは業に当たらないよ。みたいな感じで判断していくんですね。なので今回はその判断基準を解説していきます。判断基準は5つあります。まず1つ目が取引対象者。2つ目が取引の目的。3つ目が物件取得の経緯。4つ目が取引対応。5つ目が反復継続性。この5つを考え合わせて判断するんですね。考え合わせて、あ、この場合は事業性が高いから、 ま、業になるだろうとか、あこの場合は、まあ、事業性低いから、業に当たらない。みたいな感じで判断していくんですよ。で、この判断については、まあ、結局のところ言うと、免許権者の裁量によります。免許を与える側、都道府県知事とか、国土交通大臣とか、まあ、厳密に言うと、まあ、大臣が実際に資料を精査してみるわけじゃなくて、担当者なんですけれども、まあ、担当者が見て、 あこれは業に当たるなとか、まあ、これは業に当たらないなみたいな感じで判断をしていく、その判断基準が今から解説する5つです。まず1つ目ですね。取引対象者です。取引をする相手が、まあ、広く一般だと。つまりいろんな人と取引するというのであれば、これは事業性高いよね。っていうふうに判断しますで。一方で特定の関係のものに限っている、例えば親族間だったりとか、 あと、隣の土地の所有者とか、このようにもう限られた人だというのであれば、これ事業性低いよね。っていうふうに判断します。で、二つ目。取引の目的。取引の目的が利益目的なのであれば、これは事業性が高いよね。と。一方で、必要に駆られて取引をしている。 こういった場合は事業性低いよねと。必要に借られてっていうのは、例えば、まあ親がすごく財産をたくさん持っていたと。不動産たくさん持っていて、親が亡くなって自分相続しちゃいました。で、相続するとこれ相続税発生するじゃないですか。でも現金がないとなってくると、これ不動産売らないといけないですよね。で、この相続税を払うために不動産を売ったというのであれば、これは事業性低いよねと。まあこのように考えます。 あとは、自分が住んでいる家の住み替えですね。今ある家を売って、新しい家を買うといった場合です。この場合も、まあ利益目的というよりも、どちらかといったらこの下の方に該当するんですよね。必要に駆られて。だって自分が住む家って2つ別に必要ないじゃないですか。1個買うのであれば、そっち住むわけだから、もう前の家っていらないわけですよね。だから処分する、売っちゃう。まあこういった場合っていうのは、事業性低いよね。っていうふうに判断します。 で3つ目ですね。物件取得の経緯。まあ、どういった目的で物件を取得したんですかっていう話ですね。どういった目的でその物件買ったんですか転売目的で買ったというのであれば、これは事業性高いよね。一方で、相続によって物件取得したとか、あとは自分が住むためにマイホーム買ったとか、まあ、そういった場合っていうのは事業性が低いですよねっていう話です。で、4つ目が取引対応ですね。 これ二つ書いてあるんですけども、これどっちも自ら売り主の場合なんですよ。自ら売り主なんだけれども、自ら募集して、で、直接お客さんと契約した場合、つまり、宅建業者を間に挟んでいない、代理業者とか売買業者、挟んでいないといった場合、こういった場合は、これ事業性高いよね。 一方で代理業者だったり媒介業者を利用している間に業者を噛ませているというのであればこれ事業性低いよねっていう話です。で、五つ目が反復継続性。何回も取引をするんだよというのであればこれ事業性高いですよね。で、一方で一回限りの取引なんだというのであればこれ事業性低いよねっていう話です。これただしこれ一回限りであっても大きな土地があってそれを区割りして で、たくさんの人に売るってなってくると、これは事業性高くなります。こういったことを考え合わせて、業に当たるのか当たらないのかを、行政側が判断すると。まあ、いった話です。まあ、全部事業性が高いに当てはまっていたら、これはもちろん業に当たるでしょう。でも一方で、ある部分については事業性高いけど、ある部分については事業性が低いとかってやっぱあるんですよね。で、そういった場合っていうのは、やはりもうその諸事情によるんですよ。あと、行政側の判断にもよるので、 ま、その場合は何とも言えない。個別の案件に応じて、行政側が精査をして、ま、これは行に当たるなとか、そのように判断していくわけなので、ま、実際どうなるかはわからないんですけども、判断する基準はこういった内容になってきます。じゃあ、これが本試験で出てくるかっていう話なんですよ。出てくるとしたら、こういった場合は事業性高いですかとか、こういった場合は事業性低いですかとか、ま、そういった感じで出てくる可能性はありますんで、 ま、この動画1回か2回ぐらい見ていただいたら、ある程度判断できるじゃないですか。完璧に覚えていなかったとしても、ま、本試験の時に、あ、これなんか動画で言ってたなって思い出していただいたら、おそらくその場で判断できると思うんですよ。すべてにおいておそらく納得できたんじゃないのかなと思います。そんなに難しいこと言ってなくて、ま、あなんだろ、う一般常識的に考えたらこれ事業性高いよねとか、一般常識的に考えたらこれ事業性低いよねって、ま、わかるんじゃないのかなと思うんですよ。なので、ま、この動画を何回も見る必要はないんですけども、 ま、頭の片隅に、まあ、このようなことを考え合わせて判断するんだなっていうところを頭に入れておいてください。で、あと一つ言い忘れたんですけれども、これ考え合わせて判断するのであって、一つだけ、これを取り出して判断するわけじゃないんで、この点注意してください。いろんな要素を考え合わせて判断するんだよっていうところですね。ここを重視するとか、こっちは軽視するみたいなことはありませんので。 全体的に判断する。総合的に判断するんだよっていうところも頭に入れておくといいと思います。で、最後に、宅見合格するために必要な二つのことをちょっとお伝えします。一つ目が理解学習。もう一つが管理。実はこの二つってすごく重要なんですね。もう理解学習については、私の動画はもうたくさん見ている方は分かっていただいていると思うんですけども、管理。この重要性気づいていない方がすごく多いんです。これどういうことかというと、 勉強はしているけれども合格できない方。この人っていうのは勉強の仕方の管理が悪いんですね。で、一方で勉強したいと思っているけれども勉強が続かない方。この方は時間管理が悪いんですね。いずれにしても管理ができていないことが原因なんです。勉強しているけれども実力が上がらないっていうのはもちろん理解学習ができていないっていう話なんだけれども、 これは例えば週に1回とか月に1回とか自分自身でちゃんと理解学習ができているかの確認とか評価をしていかないといけないんですよ。多くの方がこれ行ってないんですね。で、結果的に自分自身は理解学習やっているんだって思い込んでいて本試験で合格点が取れない。このようになっちゃうんですよ。こんな勉強し続けますか理解学習って言っても何でもかんでも理解する必要ってないんですよ。 理解しなくてもいい部分もあるんです。そういったものを自分自身で判断していかないといけないんですね。理解すべきものは理解する。理解しなくてもいい部分は理解しない。つまりもう考えなくてもいいものは考えない。こういった判断がやっぱりできない方って非常に多いんです。弊社の受講者さん見ててもやっぱできないんですよね。だから私と個別指導でやり取りをしながら考えるべき内容と考えなくてもいいものを精査をして考えるべき部分について考えて理解していただいております。 で、もう一つが時間管理ができていない方。勉強しようと思っていても勉強ができていない方。1ヶ月間は勉強できたけども、次の1ヶ月間やる気なくなって勉強ほとんどしてないとか。これではやっぱ合格ってできないんですよね。ちゃんと自分自身で勉強ができるような仕組みを作んないといけないんですよ。例えば自分のメモ帳に勉強できているか確認する日を入れておくみたいな。これって予備校通っても通信講座実行してもやってくれてないと思います。なんで自分自身でやんなきゃいけないですよね。 で、一方で、弊社の個別指導っていうのは、週に一回メールでやり取りさせていただくんですよ。勉強できているかの確認。勉強できていれば OK だけども、勉強できていなかった場合は、どうやって勉強時間を作るかのアドバイスとか、どこで勉強するのがいいですよとか、そういったやり取りをさせていただきながら、勉強を続けていただいているんですね。なので、もし自分自身で勉強の仕方の管理だったり、勉強時間の管理だったりができないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。 理解学習を行えて、かつ管理ができれば、宅券は一回で合格できる資格です。自分自身でなかなか管理ができない、理解学習できないっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。宅券合格目指して一緒に頑張っていきましょう